皆さんこんにちは。司会を務めさせていただきます医療ライターの渡辺千鶴です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。この時間は、肝臓がんの外科治療と薬物療法、なぜ日本の技術は世界一なのかをお送りいたします。本日は、外科と内科からお二人の先生方にお話しいただきます。お一人目の講師の先生は国立国際医療研究センター理事長の国土森博先生です。国土先生は1981年東京大学医学部をご卒業後、同大学医学部第二次科に入学されました。その後がん研究会附属病院や東京大学医学部附属病院で長年にわたり難易度の高い肝がん、肝臓がん、膵がんの外科手術に取り組まれてきました。また日本外科学会理事長、肝がん診療ガイドライン改定委員長などの要職も歴任され、肝がん手術の安全性と効果性の両立を目指しこの分野をリードしてこられました。それでは国土先生よろしくお願いいたします。こんにちは。国立国際医療研究センターの国土です。25分ぐらいというので、この後奥坂先生が内科的な治療の話をしますので、外科的治療の話と、それから、少し肝がんとは何なのかという話にもなりますけれども、そういうお話をお聞きください。それちょっと座った方がいいですかね。座って話をさせていただきます。すいません、自己紹介、ちょっと若い頃のイラストですけれども、私は肝胆膵の肝臓胆の膵臓のがんの外科の治療を中心にやっている外科医であります。ちょっと NHK に出たこともあります。それからこれは医師向けですけれども、手術 のビデオをこういう講座、見せ技というサイトで公開しております。これは皆さん一般の方も多分視聴できると思います。でメッセージは書いたんですけど、結論がとこういうことでありまして、肝臓がんに対してですね、最も根治的な治療はやはり外科治療であるということで、その技術は日本の技術は非常に優れているということ、それから、もう一つの肝切除とですね、肝移植というのがありますけど、肝移植についてはですね、日本はなかなか脳死肝移植ができないので生体肝移植が中心であるという話を後半にしたいと思います。で、肝がんっていうとですね、実は肝臓にできるがんと、外から肝臓の外から肝臓に転移してくるがんと2つあるんですね。でこれ結構混同されることが多いんですけども、今日は肝臓にできるがんですね。ですから肝臓の細胞というのは肝細胞といいますから、肝細胞ががん化したがんというのを、中心にやりたいと思います。ですので医学的には正式にはですね、肝細胞がんというんですね。これは今日は肝がんと呼びます。で肝細胞がん、肝がんはですね、どこに多いかというと、世界的に見るとアジアに多いんですね。で中国真っ赤です。それから日本、台湾、それから東南アジア、それからもう一つはですね、サハラ砂漠よりも南のアフリカと言われています。でこのほとんどがですね、実は B 型肝炎でありまして、日本だけは例外的に C 型肝炎が多いという特徴があります。で日本ではですね、がんセンターからこういう統計が毎年出てますけれども、がんはですね、男性でいうと死因の4位、女性で6位ということで、5本の指に入るという非常に多いがん、実際の患者数でいうと中国に次いで2番目に世界で多い、そういう国だと思います。で原因が肝炎という話をしましたけれども、日本はですね、 C 型肝炎が非常に多いわけですね。で次に、多かったのが B 型肝炎であります。アジアでは B 型肝炎が9割という国が多いんですけど、B 型肝炎は見てご覧になって分かるように、ずっと一貫して 15% ぐらいなんですね。あんまり変わりません。で B 型肝炎、 C 型肝炎が減って何が増えているかというと、いわゆる B でも C でもない非 B 非 C というのが増えています。これが実は今急速に増えてまして、外科の患者さんでいうともう半分以上がですね、実は非 B 非 C の肝がんになっています。ここからしばらく東大消化器内科の立石先生にお借りしたスライドをご紹介したいと思います。でこの非 B 非 C っていうのは何が原因かというとですね、肝炎ではないというふうに考えたらですね、で何かというと、欧米ではアルコールが多いんですが、日本ではですね、この程度なんですね。これちょっと
古いのと新しいのということであんまり変わりませんが、4分の1ぐらいなんですね。4分の1ぐらいはいわゆるアルコール性、たくさんお酒を飲んだせいによる肝がんということになりますが、でもう一つはですね、非アルコール性の、まあ、NAFLD、ナッフルドという非アルコール性の脂肪肝から来た肝がんというふうになっています。でそうしますと、あと残りのこれ半分ぐらいは実はよく分かんないんですね。まだ分かんない部分も結構あるということであります。それで今メタボリックシンドロームというのは非常に話題になっていると思いますけど、まあ、いわゆるメタボリックシンドロームによる肝臓の病気というのがこのナッフルズと言われているわけですね。 非アルコール性で、これは消化器病学会の一般向けのホームページから取ってきましたので、ご興味があればここにアクセスすればご覧になれると思いますけど、まあ、こういう順番ですね。脂肪肝がっていうのはよく言われると思います。検診なんかでもですね、脂肪肝の原因の一つはアルコール性、一つもう一つがこの非アルコール性というナッフルズと言われます。でその中で炎症があるとですね、この肝炎になっていって、まあ、この辺がですね、肝がんの B でも C でもない肝がんの大きな原因というふうに考えられているわけです。でこれはちなみに、お酒の量こういうふうに書かれています。まあ、ビール大瓶1本ぐらい毎日飲むような人はアルコール性、それ以下の人はアルコールは飲むけどアルコール性じゃないと言いますから、変な言い方ですけど、そういう、くくりになると思います。でこのナッフルズというのはさっき言いましたようにアルコール性じゃない、でも肝障害、おそらくメタボリックシンドロームのそういう原因というふうに考えられているんですが、そういう方というのはですね、結構がんを作りやすいということが統計的に分かっています。これはその C 型肝炎の1600人の患者さんと、そのいわゆるメタボリック由来の肝障害の方1600人をずっとフォローしたですね、虎ノ門病院の論文なんですけれども、このうち C 型肝炎の人はですね、やっぱりかなりがんを10年以上見てますけど出てくるわけですが、その方たちはですね、3分の2が肝がんなんですね。でこのメタボリックの方はですね、がんがやっぱり結構出てくるんですけど、肝がんはそんなに多くなくてですね、このうちの 6% ぐらいということになります。だから少ないということは言えなくてですね、これは母数が非常に多いわけですね。 C 型肝炎の患者さんよりもナッフルの患者さんが非常に多いですから、もともとの数が多いですから、患者さんの数をすると結構な数になるということになります。でこの脂肪肝からですね、ナッシュという状態になって、今度肝硬変という状態になってきますとですね、さらに肝がんが出てきやすくなるというデータです。これはですね、ですので常にまあ C 型肝炎が上を行くんですけれども、こうなりますとですね、C 型肝炎ではない肝硬変でもですね、結構な確率でがんができるということが知られています。ですので、まあこういうピラミッド、これも立石先生のスライドですけれども、このナッフルズという脂肪肝というのはまあ非常に多いわけですね。国民の3割ぐらいいるんじゃないかという推定されているわけですが、その中で炎症が加わってくるナッシュという状態になるのは非常に少ない。でさらにそのうちの一部が肝硬変になって、肝硬変になった人が肝がんになるけど、まあたまにこういう肝硬変になる前にこっちへ行く人もいるわけですね。でまあどちらにしても比率としてはですね、一般の人よりは多いけれども、 C 型肝炎 B 型肝炎に比べると非常に少ない確率から言ってます。ただし母数が多いので患者さんの数としては結構あると、まあ、そういう理解になると思います。それで事前のご質問いただいたんです。私は内科医じゃないのであんまり詳しいことは言えませんけれども、実はですね、あんまりいい治療法がないわけですね。このナッシュと言われた方はですね、で言われているのは とにかくメタボリックですから、メタボリックシンドロームの治療、カロリーを制限するとか、そういうことはもちろん必要ですし、糖尿病からは糖尿病の治療、それからまあ抗酸化作用があるビタミン E というのも有効だというふうに言われてますし、新しい薬が出たという情報もあるんですけども、私はちょっと詳しくは知りません。今日本では使えないと思います。それから当然ながらお酒は控えた方がいいと、まあ、このぐらいしかアドバイスとしては今ありません。でその後肝硬変になった方がですね、肝がんを防ぐためどうすればいいかと、これもですね、非常に興味のあるところですけども、実はよく分かってないんですね。ですから自分が非常にハイリスクだということを自覚して定期的にチェックしてもらうということしか今のところ方法はないと思います。でここから肝がんの治療の話をしたいと思いますが、
これはでね、日本の、まあ、全国データですね。日本肝がん研究会というところがもう1960年代からですね、日本全国の肝がんの患者さんの成績をこう集めてきてるんですけど、これで見ますとここ70年代80年代、まあ、2000年というふうに見ますとですね、これは肝がんと日本で患者さん診断された患者さん全てですね、治療できる人できない人全て含めた数字ですが、5年生存率が、昔は 9% ということ、これ非常に悪い数字ですね。で、それがですねどんどん良くなってきて、今は一番新しい数字では 44%、 これは手術できる人できない人含めてですので、世界的に見ると非常に高い優れた数字なんです。まあ、これがこの声のタントルで日本は世界一という意味なんですけど、世界的に見るとですね、まだまだこの辺の国が多いわけです。そうですね、ということをぜひ知っていただきたいと思います。それからもう一つ重要なことはですね、年齢なんですね。これちょっとまだ10年前のデータしかないんですけれども、日本で肝がんを診断された時の年齢をこういうふうにグラフに書いてみますと、まあ、昔は50代ぐらいだったんですが、それが60代になってきて、10年前の段階でもう70代ぐらいで、今はおそらく70をもう超えてます、完全にですね。でこの大きな理由はやはり C 型肝炎の患者さんが非常に高齢化しているということで、C 型肝炎はですね、年齢とともに発がんのリスクが上がるということも知られています。そういうことが背景にあります。それから日本はもちろん高齢化社会で、HBPC という患者さんはですね、がんの方は少しこれよりも若いということも分かっています。ですからこれはまあ私これから外科の手術の話をするんですけど、当然高齢の方にですね、手術をどこまでやるのかという問題にもぶち当たってくると思います。で最初にご紹介ありましたガイドラインというのをですね、私委員長としてまとめさせていただいたんですけれども、去年ですね4版、第4版といいますか2017年版というのを出しました。でこれは大変申し訳ないんですけど、医者向けということなので一般の方が読んでもかなり分かりにくいと思います。でなかなかこう一般向けのガイドラインができない、もうこれを作った段階で皆さん力尽きてしまってですね、なかなか、お金もどこからも出てこないものですから、残念ながらこれがまあこれ一つしかガイドラインがありませんので、皆さんにはこういう機会を通してですね、お知らせしたいと思っています。でまあ、一番重要な問題、日本の世界のガイドラインっていうのもいくつかあるんですけど、世界の肝がんのガイドラインがもしあったとしたらですね、一番これ推奨っていうんですね、こういう時にはこういう治療をやりなさい、こういう時にはこういう診断がいいです、こういう推奨があるんですけど、冗談ですいません、これなんですね。もう結論から言うとこういうことなんです。でこれは私が言ってるだけではありません、これレンシオーニというですね、イタリア人の非常に有名な、肝がんの、研究家がいるんですけど、彼が私にこう言ったんですね、その時の証拠写真がこれですけれども、このぐらい本当にですね、世界が認めるぐらい日本の成績がいいと思います。でがんの治療法はですね、主に分けると手術、私は外科ですので手術が担当ですが、それ以外の非手術的治療法というのがあります。でも本当簡単に言うとですね、手術は肝切除と肝移植、それから非手術法はですね、この後奥坂先生が話される抗がん剤とか分子標的薬とかいう薬と、それから肝動脈塞栓術、ラジオ波、こういうものがありますですね。で肝切除の話をちょっとしますと、ここにがんがあってですね、まあこういうふうに取る、ご存知のように正常の肝臓ですとですね、 70% ぐらい取っても、要するに3割残れば大丈夫なんですけど、肝硬変とか肝炎があるとそんなにたくさん取れないんですね。まあがんの根治のためにはたくさん取った方がいいんですけど、たくさん取ると肝不全で患者さんが亡くなってしまう、このジレンマがありまして、昔からありまして、まあそれをできるだけ解決するためにということで、こういう系統的切除というのが考えられました。まあがんを切り取るですね。ですいません、それからラジオ波っていうのはこういう、まあ、概念的にはですね、がんの中に針を刺して、あるいは近くを針を刺して、ラジオ波っていうですね、熱なんていうんですかね、こういう周波数の電磁波を出すわけです。マイクロ波っていうのは電子レンジですね。マイクロ波よりもちょっと周波数が低い辺だと思いますけど、ラジオ波と言います。がんを焼き固める。
それからもう一つ、塞栓療法というのがありまして、これは、幹細胞が非常に動脈の血流が多いという特徴があります。ここにがんがあります。でこういうものにですね、このがんを養う動脈血を塞ぎながら抗がん剤を混ぜるという治療が日本で、80年代に開発されまして、それを TAE というんですね、 TAC ということがありますが、冠動脈塞栓療法、まあ、簡単に言えばがんを兵糧攻めにするという、こういう治療法が大きな治療法です。で日本でどのぐらい行っているか、これもちょっと10年ぐらい前のデータですけれども、3分の1ぐらいの患者さんはですね、関節治療を受けています。で3分の1の患者さんがラジオ波で、残り3分の1がこの塞栓療法ということになります。で今はおそらく分子標的薬がかなり入ってくると思いますが、まあ、10年前の状態ですとですね、まず最初にこういう3つの治療法をやった後で再発したらソラフェニブというその当時使われた分子標的薬が使われていたと、こういうふうに今日本のがんの患者さんは治療されていると想像されます。で移植とかそういうのはもうこの辺になります。この辺ちょっとですね。それから放射線療法という話もご質問もあったと思いますが、放射線療法は一部で行われておりますが、まだ日本の中では非常に患者さんの数は少ないと思います。で外科治療ですけれども、さっき言いました関節除と肝移植で、まあ、関節除は言ってみれば根こそぎ取る、肝移植は肝臓を取り替えるということに言えると思います。でこれがガイドラインのですね、治療のアルゴリズムという表なんです。これ2017年去年のですけれども、肝機能どういうことで治療法を選ぶかというと、肝機能がどうか、肝臓の外に転移があるかどうか、これ脈管侵襲というですね、門脈に行くかどうかというちょっと特殊ながんの形態なんですけど、こういうものがあるかないか、そして分かりやすいのは腫瘍の数と大きさ、これによっていろんな治療が推奨されています。で切除はここに入ってまして、まあ、ここにもちょっとあるんですけど、今日はここの話をしますと、簡単に言えば肝機能が良くて数で言うと3個以下ぐらいで、大きさは制限がないと、当然大きくなりすぎて非常に危険であればもちろん取れないわけですけれども、かなり大きな癌でも切除することがあります。いかがでしょうか。1個で3センチ、これはまあ手術が進められる。で5個、小さいのが5個ぐらいある。これは手術やることもあるんですけど、まあ、一般的にはですね、あんまり推奨されないというふうに言えると思います。で大きい場合ですね、例えば1個は12個ある、12センチぐらい大きい、この場合は、肝機能が良ければ手術をします。例えば実例こういう患者さんですね、30代で B 型がんだとこんな大きながんができることがあります。これでも結構症状ないんですね。まあ、肝臓というのは本当に沈黙の臓器なんですけども、この方も手術を行いました。でさて理想の関節除というのをちょっとご紹介しますとですね、肝がんはですね、これ T というのは肝がんなんですけど、この門脈ですね、肝臓の中の門脈に沿ってですね、こういう小さい転移を起こすことが言われています。肝内転移と言います。でひどい場合はこういう腫瘍腺、さっき言いました腫瘍腺になるとかなり進行した状態になります。でこういうがんをですね、どういうふうに取るか、肝臓移植みたいに全部取り替えればいいですけど、そうじゃない場合、できるだけ肝臓を残して、しかも肝がんを残さない治療ということになると、こういう、まあ、扇形っていいますか、円錐形に取った方がこういうふうにただこうくり抜くよりは当然根治層が高いというふうに考えられます。でこれがまあ系統的関節除というやり方であります。で例えばですね、豚とかネズミとかは結構こう分用してるんですね。ですから豚が肝がんになったらですね、結構手術簡単で、ここをちょんと切ってやればいいんですね。でただ人間の肝臓はどうでしょうか。これチョコレートですけども、すいません、人間の肝臓はですね、ここに切れ目が1個あるだけなんですね。実はですが、実は8つぐらいに分かれてる、門脈の枝ぶりでいうとですね。でこの境界が分からないので、どういうふうにやるかというと、すいません、あと3分かちょっと、じゃあちょっとこれ時間がないので飛ばします。要するにですね、これを染色によって、見極めるんですね。こういう治療をやります。それで、この症例はですね、これシミュレーション、これ手術前のシミュレーションと実際の手術ということで、こういう手術を、日本では丁寧にやってきました。そのせいでですね、まあ、この系統切除をやると、単に取るだけ、部分的に取るだけよりもですね、成績がいいという報告もしています。で日本全体でですね、2万例の患者さんのデータがあります。手術して5年でだいたい
56% ぐらいですね。これはそんなに悪い数字ではありません。世界的に見るとさっき言ったように世界ではもうこんな感じになります。ただ残念なことにですね、5年過ぎても下がっていくんですね。これがまあちょっと肝がんの厳しいところです。だから10年になると 32% になります。でこういうデータがですね、サバイバー5年生存率といいまして、肝がんの患者、いろんながんの患者さんがですね、5年生きたらその先どうなるかという、その先5年後にどのぐらい生きていらっしゃるかという確率なんですけど、普通のがんはですね、5年生存すると大体治ってるわけですね。ですから5年後も10年後もですね、さらに5年後の10年後もほとんど 100% 近いんですが、残念ながら肝がんはですね、こういうラインなんですね。ですから5年生存されてもその後でまた再発することがあるという、そういう特徴があります。再発率を書くとですね、これ根治的に切除した後の東大のデータですけれども、残念ながら5年でですね、こんなに再発するんです。ですが生存はもっともっといいわけですね。で何が違うかというと、2回目の治療、3回目の治療、実際には肝切除を2回、3回やる人がいるということなんです。で再発がいつ多いかというと、ね、2つあります。ピークが1年目に多いのはやはり、まあ、見えないがんが残っていたと考えるのが普通だと思いますが、この5年目ぐらいにあるのはですね、第2第3のがんができると、これが肝がんの特徴であります。これは B 型 C 型肝炎そのものが非常にがんのハイリスクであるということとともにですね、肝硬変そのものが B 型 C 型肝炎なくてもですね、非常にがんができやすいということの背景があります。 ですからがんは再発が、肝がんは再発が多いんですけど、でも強調したいのは治らないがんではないということ、そして再治療することによってですね、皆さん普通の生活をされて社会的に活躍されている方もいっぱいいらっしゃるということを強調しておきたいと思います。あとまあこういう、もうちょっといいですよね、これ時間あと5分ぐらい大丈夫ですね、すいません。条件のいい人ですね、例えば1個で5センチ以下だとですね、5年生存率は8割ぐらいいくんですね。それから何回も手術した人をちょっとご紹介します。こんな感じでですね、この患者さんは4回手術をやって、その後ラジオ波も2回ぐらいやったんですけども、もう最初からでいうと16年お元気です。こういう方もいらっしゃいます。それから2回3回手術をやってもですね、これ生存率があんまり変わらないということもありますので、肝機能が許す限りですね、手術あるいはその後ラジオ波をやるということが日本では行われていると思います。それから C 型肝炎の場合はですね、ウイルスを治療するとさらに良くなるということが分かってまして、これはまだインターフェロンの時代のデータですけれども、 C 型肝炎の肝炎のコントロールするとですね、非常にいいということになります。それから最近の治療進歩として腹腔鏡の傷の小さい手術というのが肝臓でも流行っていますが、群馬大学で絞りがあったとかそういう話もあったと思いますので、これはやはり非常に慎重にやっているというところです。東大ではまあ大体 10% ぐらいの患者さんにだけ、条件のいい患者さんにだけやっています。で移植を簡単にもう紹介しますとですね、移植がいいのはですね、肝臓全部取っちゃうことなんです。ですから根治度が一番高いわけですね。それから肝硬変の患者さんにきれいな肝臓が終わりますから肝機能が良くなる。でそうしますと第2の発がんがなくなるということで、理想的な、治療ということになりますが、残念ながらですね、日本はですね、脳死のドナーが非常に少ないです。去年でもですね、増えましたが62件しかない。日本全国で1年間に62例ということですので、一般的に言うとですね、待ち時間が2年から3年になります。ですのでがんの患者さんはそんなに待てませんので、やはりほとんどが生体肝移植ということになると思います。ですのでこういう記事も去年出てきました。世界的に見てもですね、日本はどこにいるかというと、脳死生体肝移植だとまあまあ数が多い国なんですが、脳死はここです。こんなに悪いです。でちなみに韓国は、隣の韓国はこの辺なんですね。ですから韓国の10分の1ぐらいの数しかありません。ですので脳死肝移植はこれまでに400例しか行われてなくて、待ち時間が非常に長い。ですから肝がんに対する治療としてはほとんど現実的ではありません。ちょっと飛ばしますが、
生体肝移植はですね、逆に非常に数が多くて8000例日本でやられています。で年間にすると400例ぐらいで、そのうち4分の1ぐらいが肝がんと言われてまして、もうすでに1500人以上の患者さんが肝がんで生体肝移植を受けています。移植はガイドラインでいうとここになりまして、肝機能が不良でミラノ基準の中であればいいということなんです。ミラノ基準というのは何かというとですね、1個であれば5センチ以下、3個以下であれば一番大きいのが3センチ以下という単純な議論ですね。この基準、ミラノ基準、これはミラノにいるマッツァフェロという外科医が提唱したんですね。マッツァフェロは日本に来てこういうこともやってらっしゃいますけれども、まあ、ミラノ基準をどういうものかというとですね、ちょっと最後にちょっと頭の体操、1個で 4.5 センチであればこれはミラノ基準を満たしています。こっちはどうでしょうか。2個ですが、1個が3センチを超えていますので、これはバスなんですね。こういう基準です。非常に簡単なんですけど、この基準の中であればですね、非常に肝がんの再発が少ないので移植をやってもいいということで保険でも認められているということです。でどのぐらい成績が得られるかというとですね、東大のデータですけど、まあ、肝がんそれ以外よりちょっと悪いんですが、それでも5年ですね、5年が8割ぐらいいきます。でしかもその後が落ちないんですね。関節だとさっき言いました、この後同じように落ちていくんですけれども、第2第3の発がんが少ないということで説明できると思います。ただ夢の治療ではありませんで、さっき言いましたようにドナーが少ないですから、家族の中にドナーのいらっしゃる人じゃないと受けられないということと、免疫抑制剤は基本的に一生飲まなきゃいけない、医者通いはずっとしなきゃいけません。それから逆に再発してしまうとですね、そこから先は非常に成績が悪い、もう全身病になってしまいます。ですので、まあ、再発しにくい患者さんを選んでやるしかないということで、ミラノ基準があるということになります。最後、もう一回こういうことですね、これをご紹介したいと思います。で、まあ、どういうところで治療を受ければいいかということですけれども、まあ、ご参考になるのは例えばがん診療拠点病院ですね、がんセンターもちろん入ってますし、まあ、東大病院も私の今いる国際医療センターも入ってます。こういう病院がやはり おすすめじゃないかと思います。興味がありましたらこういうちょっと古いんですが、こういうブログっぽいのも入ってますので、よろしければご覧ください。ご清聴ありがとうございました。黒先生ありがとうございました。では引き続きまして、すいません、ちょっとお話に移りたいと思います。すいません。講師の先生は国立がん研究センター中央病院肝胆膵内科課長奥坂拓樹先生です。奥坂先生は1990年岐阜大学医学部をご卒業後、聖霊御方ヶ原病院に入職されました。その後、国立がんセンター中央病院肝胆膵内科レジデントを経て、96年からスタッフとしてこの分野の内科的治療に取り組まれてきました。現在はより良いがん治療の開発とともに、患者協力への普及にも重要性を感じ、全国のドクターや患者さんとともに一緒に活動されています。それでは奥坂先生、どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、皆さんよろしくお願いいたします。私は今日は主に薬物のお話をしたいと思っておりますけれども、まあ、最初ちょっと、薬物治療を考える場合も、どこの国で、そういう治療を開発していくのが重要かっていうこともちょっとお話したくて、少し国土先生のお話とかぶるんですけれども、まあ、国によって肝臓がん随分違うぞと。肝臓がんを考える場合は、がんだけではなくて肝臓の病気そのものも非常に重要、まあ、考えていかなければいけないもう一つのポイントだっていうところをちょっとお示したくて、このグラフを出しました。これは内科治療、薬物治療に回ってくる患者さんの、国ごとの割合を示しています。青が C 型肝炎、赤が B 型肝炎、緑がアルコール性で、紫が脂肪肝ということで、まだ私たちの方に回ってくる方はやっぱり半分以上は C 型肝炎ですね、日本の患者さんは。ところが
他の日本以外のアジアの国々は B 型肝炎が圧倒的に多いんです。そしてアメリカやヨーロッパは、アルコール性の肝炎が多いということで、まあ、一見してはお分かりいただけるように随分国によって、背景になっている肝臓の病気が違うんですね。でこれがすごく薬物をどうやって使っていくかということにも重要で、これちょっと後でまたお話しますので少し覚えておいてください。で、まあ、例えばですね、これ B 型肝炎と C 型肝炎何が違うかということを、お示したくて持ってきたスライドなんですけども、青は B 型肝炎、赤が C 型肝炎です。で年齢が随分違うんですね。例えば、若い方は圧倒的に B 型肝炎が多い。例えば30歳代の男性であればほぼ 100% が B 型肝炎、これまあ日本のデータですけども。ところが50歳を超えてくると圧倒的に C 型肝炎が多いと。日本の方は C 型肝炎が多いので、ここ高齢者が非常に多いということがお分かりいただけると思います。でこれ肝臓の中、あのお腹の中で肝臓どんなふうになってるかっていうのを写した写真ですね。正常の肝臓はこんなにツルツルしていて綺麗です。慢性肝炎になると少し、繊維がここにちょっと目立つかと思いますけども、多少でこぼこしてきて、で肝硬変になるとこんなにいっぱいボコボコになっちゃうんですね。繊維がいっぱいできてきて、肝臓の働きが非常に悪くなってきます。そして肝臓がんができた状況なんですけども、 C 型肝炎は大体の方がこの肝硬変になってから肝臓がんが出てくるんですね。ところが B 型肝炎の方はこの慢性肝炎からいきなりがんが出てくる方もとても多いということが分かっていて、もうこれ一見見ただけでもお分かりいただけると思うんですけども、肝臓の働きこれすごい悪そうだなって感じていただけると思います。こちらだったらまだこっちになんか近そうだから生き生きとまだ働いている状況だな、こっちでがんになった状況とこっちでがんになった状況もう全然違うんですね。すなわちがんだけ見てるんじゃなくて、肝臓が一体今どういう状況なのか、こっちだったらがんがん強い治療やっても良さそうだし、こっちの場合はちょっと優しくやってあげないと肝臓へたってしまいそうだぞというところまで考えながら肝臓がんの治療をしていかなければいけないというのが他のがんと非常に違うところになります。今国土先生もお話しいただいたように、肝臓がん実はいろんな治療方法があります。これは他のがんに比べると、まあ、選択肢が非常に多いがんじゃないかとは思うんですけども、難しいのはこれをどういうふうに組み立てていくかということなんですね。今お話ししたように肝臓は2つの病気があるっていうことを考えなきゃいけなくて、一つは肝臓がんがどんな状況か、数が多いのか少ないのか、大きいのか小さいのかですね。まあ、これはいわゆるステージっていう、まあ、肝臓がんだけじゃなくて他のがんでもよくステージって言いますよね。進行してるかどうかっていう、まあ、そこの指標とともに今肝臓がどのぐらい働いてるのかというもう一つの指標が肝臓がんの治療の時には考えなければいけないということなんですね。まあ、これ非常に複雑なグラフなんですけど、多くの肝臓の先生たちこの辺はもう頭の中に入っていて、目の前の患者さん一体どの辺が適切そうかなということを考えて今治療方法を選んでくださっているということなんです。ただこれ非常に複雑なので、まあ、今日はちょっとこちらの軸だけにフォーカスしてお話したいと思います。進行度の少ない方と進行度のすごく進んだ方、今こっちからこっちへちょっとお話したいんですけども、先ほど縦軸になってたのを今度横軸にしてみました。早期の状況とそれから進行した状況、大体ですけどこんな風に治療の、選択をしています。非常に早い段階の方は手術か局所療法という治療をします。手術の話はもう今日国土先生してくださったので、先ほどちょっともうお触れいただきましたけども、手術以外の局所療法というのはどんなのがあるかというと、エタノールを注入するかラジオ波で焼いてしまうかという治療です。エタノールはもう文字通り
こんな感じで肝臓がんに針を刺してエタノールでアルコールですねを注入するという治療方法で、実はこれも日本で作られた、一つの重要な治療方法なんですね。で、まあ、最近はこういった、針の先っぽに非常に熱が発生しやすいそういう、器具が開発されましたので、まあ、これで一気に焼いちゃうというそういう、方法が、まあ、アルコールに代わって普及してきています。これは実際に治療した患者さんの CT 画像ですけども、がんはここのところにありました。でここをめがけて針をブスッと刺して焼いた後ですね、ここに黒くなってますけども、肝臓の先ほどあった部位を含めて、まあ、非常に広い範囲を焼いてしまうということができるので、まあ、これも一つの大事な治療方法として、まあ、世界中に広がっています。それからもう少し進行した方、特に数が増えちゃう場合は先ほどの針でちまちまと焼いていくということが難しいので、これもすでに国土先生お示しいただいたんですけども、ここにがんがあります。肝臓がんは非常に血液が豊富ながんなので、造影剤を流してもこうやって造影剤がたくさん集まるんですね。まあ、この性格を利用してここに細かい、側線物質という、まあ、いわゆる表情攻めにするお薬を流しますと、まあ、ご覧のように造影剤流しても先ほどと同じようにはここのところには造影剤集まってきません。すなわちもう血液がここへ行かなくなってしまって、がんがこれで死んでくれるというそういう治療方法ですね。まあ、これも日本で作られた、画期的な治療方法で、もう今や世界中で行われているということです。まあ、これであれば、まあ、これ1個だけがんをお示ししてますけども、いろんなところにちっちゃながんがあっても、この兵糧攻めにするお薬が流れてさえいけばどこにあっても治療ができるということで、まあ、大変優れた治療方法です。それからそれよりももっと進行してしまった方、例えば今は兵糧攻めにするお薬っていうのは肝臓の中しか流せないんですけども、もう肝臓の外にがんが広がってしまったような方、まあ、そういう方に関しては分子標的薬というのが開発されてきました。まあ、これであればお薬は体中に流れていきます。例えば肺にあっても、骨にあってもどこにあっても流れていきます。で、まあ、どこへ行ってもですね、がんはその大元の性格を持ってるんですね。よくご質問を受けるのは、肺に転移を起こしたなのに先生は肝臓がんの薬を使っています、どうして肺がんの薬使ってくれないんでしょうかっていう、そういうご質問をよく受けるんですけども、これ肝臓から発生したがんは肺に転移を起こしてもやっぱり肝臓がんの性格を持ってるんですね。ですから肝臓がんに合ったお薬をそういう患者さんでも使っていただければ良いと、そういうことになるわけです。分子標的薬ってもうおそらくここに来てくださってる皆さんであればよくご存知なんだと思いますけども、がんが発生する分子のメカニズムから作られたお薬なんですね。今ソラフェニブというお薬が肝臓がんでは最初に承認されました。このソラフェニブという薬は、こちらががん細胞なんですけども、がんが増殖するためのシグナルがこの細胞の表面に伝わると、その細胞の中で、ここ、活性化されて、増殖どんどんしていくという、そういうシグナルが細胞の中にも走ってるんですけども、そこを、特異的にブロックするようなそういうお薬なんですね。で、がんそのものが増えないようにするとともに、こちらは血管の細胞です。がんを養っている血管の細胞も増えないようにということで、まあ、増えるためのそういう血管のシグナルもブロックしてしまうという、まあ、そういう2つのメカニズムから、肝臓がんをやっつけてくれるということが分かっているお薬ですね。まあ、そういうことによって、がんが増えないようにしてくれるお薬が、まあ、肝臓がんにも出てきたということなんですね。で、これどうして肝臓がんに効くということが分かったかというと、肝臓がんの先ほどお話したような
ラジオ波とか、冠動脈塞栓療法の適用にならないようなそういう進行した肝臓がんの患者さんにご参加いただいて、臨床試験させていただいて、片方の群の人たちにはこのスラフェニブというお薬を使って、もう片方の方にはプラセボという、まあ、見た目はそっくりなんですけれども、スラフェニブが入っていないお薬を使っていただいて、この2つのグループの方がどういうふうになったかという、そういう臨床試験をさせていただいたんですね。まあ、そうしたところ、世界で2つの試験が行われて、こちらは欧米で行われた方ですけれども、ソラフェミをお使いになった方の方が元気に長く生活していただいて、こちらはアジア太平洋地区で行われた試験ですけれども、こちらでもやはりソラフェミの方が良かったというデータが出てきたと。異なる2つの地域で行われた試験ですけれども、どちらも同じような結果が出てきたので、まあ、これであればもう文句なしにソラフェニブという薬は肝臓がんに効くだろうということで、日本を含めて承認になりました。ただこのソラフェニブという薬、ちょっと副作用が強いんですね。まあ、いろんな副作用があるんですけども、今日ちょっとお話しするだけの時間がないので、代表的な副作用、これは、皮膚障害ですね。特に手とか足に強い障害が出てしまって、この患者さんは足の裏に水ぶくれを起こしてしまってます。特にこの体重のかかるようなところに水ぶくれができやすくてですね、水ぶくれぐらい、何のことはなさそうにも見えるんですけども、まあ、とっても痛いんです、ここですから、こういうふうになってしまうと、生活の指標が非常に大きいということで問題になります。特にこういった副作用は日本の患者さんに多くてですね、ソラフェニブちょっと使いにくいという評判が広がりました。それから、最近のお薬、どれも非常に高いですね。このソラフェニブも例外ではなくて、1ヶ月、仮に自費で払うと60万かかっちゃいます。で、3割負担でも20万かかりますので、これ最初に患者さんにお話しておかないと叱られてしまうわけなんですね。まあ、多くの方には、高額療養制度などもお使いいただいて、もっと安くこれを使っていただくようなこともお話しする必要があるということかと思います。で、長くこの肝臓がんに対してはお薬、このソラフェニブしかなかったんですけども、最近ようやく第2第3の治療が出てきました。これはソラフェニブを使っていて、効かなくなってしまうということがやっぱりどうしても起こっちゃうんですけども、その効かなくなった患者さんに対して新しい治療を作ろうということで、たくさんの臨床試験がされたんですけども、その臨床試験の中で最近ようやく有効だっていうことが分かったお薬が出てきたんですね。それがこのレゴラフェニブという薬です。括弧の中に書いてあるのは商品名ですね。お薬って2つの名前がついているので、どうでしょうかね。薬局行って、使うのはこっちが多いかもしれません。スチバーガーと言います。で、これもやはりこのソラフェニブを使っていて、がんがまた進行してしまった患者さんにお願いをして、臨床試験に参加していただいて、片方の群にはこのレゴラフェニブを使っていた。もう片方の群にはプラセボ、偽薬を使っていただくという臨床試験をしました。で、そうしましたところ、このレゴラフェニブを使った患者さんの方がやはり長く元気に生活されるということが分かりましたので、まあ、その結果を受けてこれ承認になりました。この臨床試験には日本の患者さんも参加してくださったので、まあ、ほぼ海外と日本は同時に承認を受けることができました。それからもう一つ最近新しいお薬が出てきました。これは先ほどのソラフェニブが使えるような患者さんですね、ラジオ波とか冠動脈塞栓療法で、効果がなさそうだという患者さんに参加をしていただいて、臨床試験をしました。片方は新しいお薬であるこのレンバチニブというお薬を使っていただきました。もう片方は、これ世界標準になっていたお薬、ソラフェニブというお薬ですね。もうこれは先ほど来ご紹介しているお薬ですけども、そのお薬を使って、どちらが良さそうか、
これに匹敵するぐらいの効果があるだろうかという、そういう臨床試験が行われたんです。でそうしたところ、これ黄色い方が新しいお薬であるレンバチニブで、赤い方が昔からあるソラフェニブですけれども、まあ、ご覧のようにレンバチニブほんの少し上行っています。まあ、少なくともこのソラフェニブには負けない、統計的に計算してもこちらを下回るということは少なくともないだろうということが証明されたので、このレンバチニブももう一つの肝臓がんに対するお薬として良いのではないかということで、特に日本でこれ開発されたお薬なので日本でいち早く承認になりました。おそらくまだ承認を受けているのは日本だけですね。アメリカやヨーロッパはこれから承認になると言われているので、多くのお薬は日本ドラッグラグがあって遅い遅いって患者さんに叱られるんですけども、まあ、こちらは日本の方が早く承認になりました。でそういうことでちょっとたくさんのお薬出てきたので分かりにくいと思ったので、これ一つ作りました。一次治療として今ソラフェニブだけでなくてレンバチニブが使える、二次治療としてレゴラフェニブが使えるというふうになってきました。お薬の開発もちょっとだけお話したいんですけども、まあ実験室でこれちょっと有望そうかなという物質が見つかったら、まずは動物に使って良いかどうかということを見た後、人に患者さんに使わせていただいて、その後厚生労働省に申請して承認を受けるという、そういう流れがあるかと思いますけども、まあ、特にこの臨床試験というのが時間がかかるんですね。まあ、それはなぜかというと第1層第2層第3層試験とあって、まあ、第1層試験は、薬の量を決めるための、1ミリがいいのか10ミリがいいのか100ミリがいいのか、どのぐらいだったら使えそうかという試験をして、第2層では有効そうか、第3層試験では既存の薬に比べてさらにいいかどうかというのを見るという、そういう段階を踏みます。で、多くの薬、まあ、製薬会社圧倒的に海外が多いので、まあ、そういうお薬は海外で第1層試験から始まって第3層試験まで行われて、日本の方にやってきます。ところがここに日本人の患者さんが入ってないと日本の厚生労働省はここで承認してくれないんですね。日本の患者さんにも安全に使えるということをちゃんと証明しなさいということを言われてしまいます。まあ、そのためにどうしたらいいかというと、日本で追加の試験をして日本の患者さんでも大丈夫ということを証明しないと日本では承認にならないということで、まあ、これが理由で日本にはドラッグラグがどうしても発生してしまうんですね。じゃあどうしたらよいかということですけども、そしたら海外でどうも有望そうなお薬が開発されているぞという情報をいち早くキャッチして、少なくともこの最終段階では日本も一緒に臨床試験をするということをすれば、日本と海外同時承認が得られるということでドラッグラグが発生しなくなります。もう一つ方法があります。それは最初から日本で開発するということをすれば、これはもう当然ですけどもドラッグラグはないし、場合によっては先ほどお話したように日本の方がむしろ早く承認になるということが起こる可能性があるわけですね。これとこれ一見なんか似てそうで、どちらもドラッグラグは生じないのであんまり違いがないように思うんですけど、実はこれ肝臓がんにとってはとても重要なお話です。最初のことを思い出してください。日本は C 型肝炎が圧倒的に多くて高齢の方が多くて肝硬変の方がいっぱいです。海外の人に比べると圧倒的に副作用が起こしやすいんですね。ということは最初から日本の患者さんに合うようなお薬を開発すれば、日本人にぴったりのお薬ができる。ところが海外で開発していくと最初から海外の患者さんに合ったようなお薬が日本に無理やり入ってくるという、そういう形になるので、なんとなくこちら使いにくいという、そういうことが起こっちゃうんですね。ですからもうここはオールジャパンで頑張って新しいお薬を日本で作っていくということが特に肝臓がんでは重要です。まあ、そういうことで最後にご紹介したお薬はそういう日本で開発されたお薬なので、日本の患者さんには合うんじゃないかなということで期待されています。最後にちょっとこれから出てきた
きそうなお薬もね、少しだけご紹介しておしまいにしたいと思います。いくつか実は肝臓がん期待されているお薬があって、その一つはこのオブジーボニボルマブというお薬です。こちらに来ている方はもうすでにご存知だと思うんですけど、免疫療法の一つですね。他のがんではとってもよく効くということが分かっていて、もうすでに他のがんでは承認になっているんですけれども、どうも肝臓がんでも効きそうだということで、今大規模な臨床試験が行われていて、まもなく結果が出てきます。それからもう一つ、このサイラムザラムシルマブというお薬も、すでにもうこれは臨床試験が終わって、有効だということが発表されたんですね、ついこの間の学会 で。しかもどうも日本の患者さんには特に効きそうだっていう結果が出ているので、これは、海外を中心に臨床試験を行われたお薬なんですけども、日本にも入ってきてもどうも大丈夫そうだと、ぜひ早く承認になってほしいなというお薬が控えています。それからもう一個あります。カボサンチニブというお薬があって、これもすでにもう、有効だという結果が先日の国際学会で発表になりました。でこのお薬は残念ながらちょっと日本は参画できなかったんですね。実はもう最初から本当は参画したいということで、強力に、みんなで、働きかけてたんですけども、ここの会社非常にちっちゃな海外の会社で、とてもちょっと日本でやれるだけの余力がなかったんですね。そういうことで、これから日本の患者さんに安全かどうかという臨床試験を行った後、承認になると、おそらく承認になると思いますので、もう少し時間かかりますけども、次々に新しいお薬が患者さんにお届けできそうです。そういうことで、お薬の世界もだんだん進歩してきました。選択肢がだんだん増えてきています。近い将来こんなにたくさんのお薬が出てきますので、これをここの患者さんに、合ったものを選んでいくという、そういう時代がやってきそうです。以上になります。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。それでは質問に移らせていただきたいと思いますけれども、先生方何を見せていただきたいですか。診断はですね、血液だけでは分かりません。で、腫瘍マーカーっていうのがありますね。アルファベトプロテインとピルカっていうのは日本で、あと L3 っていう3つ使えるんですけど、それだけではやっぱり3分の2ぐらいの患者さんまでなんですね。ですので、やはり超音波とか CT の検査が必要だと思います。で、肝硬変になったかどうかについてはですね、今本当内科の先生が今一生懸命研究されていてですね、いくつか例えば血小板を含めた、指標でですね、計算してですね、肝臓の硬さが推定できるとか、あるいは肝臓の硬さを実際にエラストグラフィーっていうんですけども、超音波で測る
技術がありますので、そういうもので、かなりの部分分かっていますが、最終的には生検ですかね、生検ということになるんだと思います。ですので、まあ、専門医の先生に相談されるのがいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。次も、手術に関する、ご質問が来ておりまして、非ウイルス性で肝硬変などなしの肝がんのケースで鋭角転移で再発の場合、手術の考え方について教えてくださいという。肝臓の外にですね、遠隔転移した場合は基本的にはさっき奥沢先生が話された薬ですね、分子標的薬が今標準治療だと思いますが、まあ、一部ですね、手術で取れる場合ですね、例えば、肺転移が少し1個か2個あるとか、リンパ節転移が1個か2個ある、あるいは、腹膜に、転移がある場合に、外科としては取れる取れる範囲で内科の先生と相談しながらですね、接種しています。で、実際その中では治ったと思われる患者さんもたくさんいらっしゃいますので、まあ、ケースバイケースかなというふうに思っています。よろしいですか。あと病院選びでも来ておりまして、内科外科内科外科の治療が、両方から見て、先ほどまあご紹介された病院は良い病院なのかということで質問が来てますけど、まあ、内科と外科はどういう感じで。そうですね、やはり、内科と外科両方とも肝臓が、まあ、重要な治療線方になると思いますが、まあ、先ほど国土先生お示しになられたような拠点病院は、まあ、大丈夫だということでお墨付きをもらってますので、はい、間違いないんじゃないかなとは思います。じゃあ、まあ、内科と外科が基本的には連携をして、まあ、肝臓がんの治療をやってくれているというふうに、まあ、認識してよろしいということですね。それから癌診療連携拠点病院は癌情報サービスの中で連携拠点病院を探すというところの探すというところを見ていただければ載っておりますので、そういったところで病院情報を入手していただければと思います。あと先生、移植施設なんですけれども、これはどういうふうに探すのがよろしいですか。移植施設は実は非常に限られてまして、日本肝移植研究会っていうところホームページがありますので、そこに見ていただけると分かるかもしれません。ただ実際に日本全体の数が少ないので、まあ、一般的にはやっぱり年間20例ぐらいないとですね、なかなかレベルは保てないと言われていますので、そういう意味で言うと関東近辺で20例以上やっている施設というのは、東大と女子大と、まあ、慶応女子大学と生育医療センター、まあ、そのぐらいかなり絞られるかなというふうに思います。そういう意味で今度病院選びの時にちょっとそういった移植も視野に入れつつ病院を選ぶ、ただ、まあ、非常に少ないので、そのあたりは移植の位置づけなんですけれども、まあガイドラインではああいう形で決められていますけれども、基本的にはですね、内科に肝臓内科の専門の先生がいらっしゃるんですね。内科の肝臓内科の専門家の先生は移植のことをご存知ですので、そういう先生に相談されるのがいいんじゃないかと思います。で、あとちょっと手術にまた関することなんですけれども、手術で、まあ、再発しやすいということで、まあ、他のがんですと術後の再発予防で薬物療法が行われたりしておりますけれども、肝臓がんの場合はどのような形で。これは実はもう20年以上前からさっきお示ししたように5年で7割8割再発するわけですから、なんとかしたいということでいろいろやってきましたが、実は決め手がありません。未だにありません。一時、レチノイドという薬が非常に期待されたんですけど、結局最後、それがネガティブになってしまいました。
それから先ほど奥坂先生がご紹介いただいたソラフェニブという薬も実は世界中で大規模な試験をやったんですが、結局再発は防げないということが分かりましたので、今実はまた新しい薬でそういう臨床試験を行っております。そういうのがひょっとしたら有効になるかもしれません。肝が難しいのはやはり肝硬変とか肝臓の悪い方が多いので、なかなか一般的な大腸がんとかと同じようにはいかないというところがあるので、非常に難しい問題です。今のところお薬は奥坂先生がお示しいただいたように、進行期に入ってから、再発予防は使われてません、はい、これからなんかいくつか出てくると思いますけど、はい、先ほど先生にその、治験の話なんかもご紹介いただいたんですけれども、新型肝炎75歳を超えての高齢者というところで、高齢者の方もそういう治験とかっていうことは今入れるんですか？そうですね、年齢制限がある治験はそう多くないと思いますので、はい、お元気で肝機能良ければご参加いただけると思います。それはやはり、主治医の先生からの、ご紹介があったり、どういう形でその治験に入れるというか治験情報を探していけばよろしいですか？そうですね、多くは、皆さんインターネットをやっぱり活用されて、臨床試験情報を得て来られる方も多いんですけど、あとは主治医の先生から、どうもここ行くと臨床試験やってそうだよ、一回聞いてきてみたらなんていう、そういうことで、セカンドオピニオンを通じて来ていただくなんていう方法も多いかと思います。やはり主治医の先生から治験の情報、それから移植の情報、そういったものはもう積極的にというかいただいていく、主治医の情報、先生から情報を得て、次につなげていくという形が望ましいということですね。で、時間もちょっとありですけれども、ちょっと今日はその、肝臓から発症したがんの治療について中心的に教えていただきたいので、教えていただいたんですけれども、最後に肝転移の場合にはどのような治療になるのかということを外科的な医科的な立場から簡単に教えていただいてよろしいでしょうか？外科の立場から言うとですね、元のがんによるわけですね。結局転移の場合はですね、今一般的に非常に積極的に関節で行っているのは大腸がんの肝転移です。大腸がんの肝転移であれば、例えば極端な話10個あっても切除可能であれば切除します。でただし今抗がん剤も非常によく効くようになりましたので、後で奥さんと話し合うと思いますが、抗がん剤と組み合わせて抗がん剤で縮めて取るとか、あるいは取ってから使うとか、そういうような使い方をしていると思います。で大腸がん以外になりますと、これはいわゆるエビデンスがあまりないので、例えば胃がんとかですね、あと膵がんではなくて膵の特殊な内分泌腫瘍ってそういうもので、かなりの症例で、症例を選んでという言い方するんですけど、非常に条件のいい患者さんを選んで、手術をやってられているように思います。はい、先ほどのお話の中でもちょっと触れましたけども、やっぱり大元のがんによってその性格が決まりますので、お薬を選ぶときも大元のお薬を選ぶということなんですね。例えば今膵臓がんの話してましたが、膵臓がんから肝臓がん、肝臓へ移った場合は膵臓がんの薬を使うということになります。元々のそのがんのお薬を使っていくということで、今先生がご説明された肝臓がんのお薬は、使わないということですね。はい、でその治療に関しては、じゃあその診療、例えば大腸がんだと、大腸がんの先生方が引き続き肝転移を治療、多くはそうだと思います。で手術の場合になってきたりすると、肝臓、そうですね、肝臓外科と大腸外科がこう、共同していて相談しながら、で抗がん剤の時には腫瘍内科の先生と相談しながらということになります。ありがとうございます。ではちょっと5分過ぎてしまいまして、まだお話を伺っていきたいんですけれども、時間になりましたので、このセッションは終了させていただきます。どうもありがとうございました。思いますので、すみません先生、真ん中の方まで。
先生、どうもありがとうございました。